皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときめきメモリアルガールズサイドセカンドキス、長いのり略してときメモ GS セカンド、やっていきます。今週は恋愛か、恋愛恋愛勉強勉強の順ね。はい、わかりました。恋愛を上げるのはこのコマンドなんですよ。おしゃれをして魅力アップ、やっていきます。またトイレか、なんか目怖いな。あ、ん？あ、メールがニューになってる。これはメールが届きましたっていう音楽か。そしてクラブ、ゆうくん買い物、メールチェックしよう。お、喫茶店接客、え、もう？キューボ、アルバイト募集、仕事内容、喫茶店接客、仕事曜日、水、金、募集期間、2006年12月末、え、こんなのあるんだ。連絡先、海辺の喫茶、サンゴ礁。ご応募はメールでお願いします。結果は当日中にお知らせいたします。え、当日中？アルバイト募集のメールだ。喫茶店か。あれ、サンゴ礁ってどこかで。あ、キューボって書いてある。すぐ返信しないと間に合わないのかも。どうしよう。返信するに決まってんじゃん。返信して応募する。応募してみよう。送信と。いい返事が来るといいな。早速喫茶店から採用の連絡が来た。え、もう？早くない？申し込み間に合ってよかった。よし、頑張るぞ。やった、佐伯くんと働ける。あ、そして電話が増えた。でも何もないよね。セーブしとこ。買い物もゆうくんも気になるけど、クラブに入ります。野球部、お、すごい。野球部は青春を即興します。ジョマネ大募集中なり。おー、すごい熱い。てかよく見たら野球ボールじゃん。陸上部、これ初めてだな。美術部、うわすごい。手芸部、あ、かわいい。生徒会、え、生徒会？生徒会執行部、真面目に働き生徒のために尽くす。うわ、めっちゃ気になる。吹奏楽部、あー綺麗。応援部、応援部？前作のチア部が応援部になった。ラクロス部、これも初めてだな。かわいい。超楽しいよ。一緒に頑張ろう。この矢印流行ったな。そうだな。佐伯くんはさ、アルバイトしてるから部活入ってないと思うんだよね。手芸部にしよう。うん、手芸部に入ろう。わー、すごい。より良いクラブ活動ができるよう頑張りましょうね。はい。すごい、ぬいぐるみかわいい。はい、わかりました。よし、頑張るぞ。え、一日終わってないの？あー、でも夜か。よし、今週も魅力を上げるぞ。あ、おお、もしかしたらって思ったけど、このお店入学式の朝のってことは、へえ、中はこんな風になってるんだ。お、いらっしゃいませ。喫茶サンゴ礁へようこそ。佐伯くん。あ、やっぱり佐伯くん。一名様でよろしいですか？お席へご案内いたします。いえ、あの、私お客じゃないです。あれ、佐伯くんでしょ？ねえ、佐伯くんだよね。仮にも仕事中だよ。ちょっとつらかし。いえ、よろしいですか？怖いんですけど。ん？なんで店に来た？なんでって、私今日からここで働くことになったんだけど。私今日からここでバイトすることになって。なんでよりによってうちなんだよ。バイト先なんていくらでもあるだろう。だって
私は佐伯くんと一緒に働きたかったの。だって、わかんないよ。求人情報で応募したんだもん。帰れ。嫌です。そんな。ん？お。こんにちは。アルバイトの方ですね。はい。あれ？この人ってさ、プロローグでお話ししてくれた人だよね。じいさんってこの人だったんだ。え？じゃあもしかしてさ、佐伯くんのおじいちゃん？あ、はい。黒宮ゆりやです。よろしくお願いします。この店のマスターです。テルの祖父でもあります。やっぱり。そうなんですか。じゃあ私なんて呼べば。そりゃマスターじゃない。店ではマスターって呼ぶんだ。公私混同はダメだ。はい、だそうです。じゃあマスターにしておきましょうか。はい、マスター。はい、よろしくお願いします。よろしくない、帰れよ。嫌です。ほれ、女の子になんて口の引き方するんだお前は。そうだよ、だって学校のやつなんだ。それにぼんやりだし、絶対店のこと学校にバラしちゃうよ。バラさない。てかぼんやりって何？私バラしたりしないよ。まあまあ、やれるところまでやってみるさ。無理、絶対バレる。バレない、バレない。いい加減にしなさい、二人とも。さあ、店に入った入った。はい。よし、頑張るぞ。じゃあ、早速で悪いけど、テルを手伝ってやってください。はい。はい。佐伯くん、よろしくね。よろしくね。怒ってる？オーダー取るからついてこい。はーい。は、はい。おう。お待たせいたしました。お決まりですか？オーダー取るって言ってたのにコーヒー注いでるじゃん。てかこの女性、佐伯くんに見とれてる。ダメよ、佐伯くんはね、私が3年かけて落とすんだから。このお店のおすすめって何ですか？サンゴ礁ブレンドになります。コロンビアベースで少し酸味があるマスター自慢のブレンドです。へえ、そうなんだ。こっちもかっこいいな。あ、私それ。佐伯くん別人みたい。学校にいる時とも違ってすごく大人っぽいし。私酸味があるの苦手で。それではブラジルブレンドはいかがでしょう？それってどんな？爽やかな口当たりで、きっと気に入っていただけると思います。僕がブレンドしました。あ、この人絶対頼むぞ。それお願いします。ハートつけてんじゃないよ。かしこまりました。どれもかっこいいな。お客さんにもモテモテ。かっこいいもんね。どうしたの？すごいね、佐伯くん。バイトっていうよりプロって感じ。同い年とは思えないよ。オーダーお願いできますか？はい。え？あ、はい。バニラアイスとそんなの頼んでないよ。トレイください。はい。は、はい、どうぞ。あ、何？え？あ、いた。え、何、こけた？ボケっとすんな。はい。うー、お盆で。え、叩かれたの？何その胸キュン。お、働いてる、あの客いる。あ、でもいい君。じゃあ今日はゆうくんに情報を聞こうかな。
ゆうくん、ちょっといい？今ノックしたよね。え、そんなに距離近いの？うん、今開けるね。うん。どうしたの？あのね、知り合いの評価を聞く、知り合いの情報を聞く、ちょっといい話を聞く。何これ？上から聞いていくか。知り合いの評価を聞く。私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど。お姉ちゃんの評価？うん、こんな感じだよ。まあ最初はこんな感じだよね。これが全部埋まる日は来るのかな。他にも聞きたいことある？うん、うん、まだある。知り合いの情報を聞く。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。いいよ、誰のことが知りたいの？佐伯、若王子、小野田。え、今回女の子のことも教えてくれるの？じゃあ佐伯くん。佐伯さんだね。ちょっと待ってて。うん。見える？こんな感じだよ。7月19日、カニ座、B 型。この丸三角丸は住所かな。178センチ、タッカ、62キロ、クラブ、帰宅部、バイト、喫茶サンゴ礁、羽学のプリンス、趣味はサーフィン。そうなんだ。羽学のプリンスなの？てか、この写真はいつ撮ったんだろう。他にも聞きたいことある？うん、うん、まだある。情報を聞く。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。いいよ、誰のことが知りたいの？若王子先生。若王子先生だね。ちょっと待ってて。うん、先生か、かわいい。見える？こんな感じだよ。9月4日。お、誕生日近い。乙女座、A 型。住所はわからないんだ。180センチ、タッカ、65キロ、クラブ、陸上部顧問。へえ、そうなんだ。バイトなし。まあそうだよね。羽学の科学の先生、天才科学者で IQ200。 へえ、そうなの。へえ、先生って頭良かったんだ。というか、この写真はいつ撮ったの？他にも聞きたいことある？うん、うん、まだある。情報を聞く。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。いいよ、誰のことが知りたいの？千代美ちゃん。小野田さんだね。ちょっと待ってて。うん。見える？こんな感じだよ。6月20日、双子座、 B 型。住所わからないんだ。149センチ、ちっちゃい。でも私ととっこいどっこいか。はてなキロ。ああ、まあ女の子だもんね。クラブ、生徒会執行部。生徒会のことをクラブって言っていいのかな。バイトなし。背は俺と同じくらい小さい。へえ、そうなんだ。早口で喋ると面白い。聞きたい。てか、この写真絶対隠し撮りだよね。他にも聞きたいことある？うん、うん、まだある。ちょっといい話を聞く。うん、ちょっと待ってて。そっちに行くね。え、こっち来るの？え、ちょっとゆうくん大丈夫？お、ゆうくん。お姉ちゃん、はい、これ遠足のお土産だよ。ありがとう。お、ゆうくんがお家に来てくれた。うん、ありがとう、ゆうくん。何が入ってるのかな？つくしとわらび、それからよもぎがたくさん。森林公園に行ってきたんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ天ぷらにしよう。へえ、こんなのが入ってるんだね。いいでしょ、どれも食べられる野草なんだって。ねえ、草団子作って作って。かわいい。うん、ゆうくんのために草団子作るね。あ、夕方になった。他にも聞きたいことある？もうないかな。うん、ないよ。えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん。じゃあゆうくんを攻略するときは
最後のやつは絶対聞かないとダメなんだね。まあ、ゆうくんの攻略はいつになるやら。今週から勉強の成功率が高いので勉強します。まあ勉強といってもこれだけではなく、この芸術やこの文化系の部活も上がります。今週どうしよっかな。芸術高いからさ、もしかして新キャラ出てくるんじゃないかな。絵描きます。お、すごい。あれ、どこからか風が、窓開いてるのかな。おお、いいね。おお、わあ、金髪だ。うちの生徒だよね。今さら金髪じゃ驚かないんだけど。髪長。てか髪どうなってんの。ちっちゃい三つ編みが向こう側が丸くなって、なんか赤いのない。え、何かで巻きつけてんの。窓枠が額縁でまるで一枚の絵みたい。ため息ついたけど、何か思いついたのかな。あかん。あかん？え、このなりで関西弁なの。え、この感じだったらさ、片言とか拙者とかござるとかって言うんじゃないの。完全に偏見だけど。あかん。ここがベストポジションやのに。あ、カーテン閉まってもうた。ちょっとキャラが渋滞してるんだけど。関西弁？でも一体何のこと。よし、声かけちゃおう。行くの？すごいなこの子。あの、カーテンがどうかしたんですか？おう、そうそう、ええとこなのにカーテンが。ん？あ、立ち絵になったらすごいな。え、どないしたこんなとこで。僕に用事？え、初対面だよね。なんで名前知ってるの？え、なんで私の名前。学校の女の子の名前を知っとくんは常識ちゃうかな。なんか前作の鬼城くんを思い出す。確かに鬼城くんも関西弁だったけど。そうかな。僕はクリストファー・ウェザーフィールド。クリストファー・ウェザーフィールド、すごい名前。よろしい。あ、うん、よろしくね。うん、こちらこそ。ところで、さっきは何を見てたの？ん？何も見てへんよ。何のことやろ。さよなら。え、ちょっと待って、行かないでよ。ねえ、教えてよ。クリス君か、クリス君なの？本当に外国人なのかな？そりゃどう見てもそうでしょう。あの見た目と名前。またキャラの濃い人に出会ったな。今日も一日終了、早く帰ろうっと。おお、いいね。なんだか人だかりができてる。有名人でもいるのかな。ごめん、本当もうそろそろ行かないと。佐伯くん。あ、佐伯くんだ。うわ、もうちょっといいでしょ。うわ、モテモテやん。ごめんね、今日はちょっと家で用事があるから。バイトか。ダメ、佐伯くん、こないだもそう言って付き合ってくれなかったじゃん。誰が付き合うか、あなたに。そうだっけ。あ、そうか、今日は予備校だった。佐伯くん、バレるよ。こっちもかっこいいな。ずるい、そんなの見え見え。ほら。わあ、上司に囲まれちゃってモテモテだ。漫画みたい。漫画というよりゲームだよ。参ったな。佐伯くん。あ、いや、君も今帰り？うん。うん、そうだけど、君って…じゃあ送っていくよ。道、まだわからないんでしょ？ちょっと待って、女の子たちの視線が痛い。
そんなのずるい。あたしたちも送って。ダメ、許可しません。ほら、彼女家が近所なんだけど越してきたばかりでまだ道がわからないって言うから。え、近所なの？うん、もう大丈夫だよ。うん、まだわからないって言うから。あ、空気読めよって言いたいのね。はい、わかったよ。え、あの、そうだったっけ。行こうか。ちょうど僕も帰るところなんだ。うん、僕だって。もう、佐伯くん優しいんだから。これ明日からいじめられないかな、それが心配。私も佐伯くんの近所に引っ越そうかな。うわ、みんなごめんね、そんなこと言うな。うー、みんなの視線が痛い。そしてなんかいじめられそうな予感。助かった。学校でグズグズしてたら開店時間に間に合わないからさ。やっぱバイトか。なんかこの帰り道すごいな。そっか、佐伯くんお店が忙しいもんね。それにしてもモテモテだったね。うるさい。ごめん。あ、照れてる。でもどうしてお店のこと隠してるの？学校では秘密なんだよ。うちの店夜遅いから問題あるし。それに絶対成績に影響が出ないこと、学校では問題を起こさないこと、店を続ける条件なんだ。そっか。じゃあもしかして佐伯くん頭いいのかな。条件って両親との約束とか？まあそんなとこ。いけね、俺急がなきゃ。じゃあ。うん、またね。佐伯くん大変なんだ。私は今後の学校生活が怖いんだけど。あ、クリスくんだ。何してるんだろう。おお、校庭広い。クリスくん。おお、はい。なあなあ、これええと思う。タイトルは二宮金次郎フィーチャリングクリス。え、あれ光の加減で反射してるんじゃないの？え、もしかしてクリスくんやっちゃった？クリスってこれ体操着かな。カラフルだね。何年も一人ぼっちで本を読む彼におしゃれさしたいって思ってんけどな。いや、ダメだよ。先生方には分かってもらえへんかってん。そりゃそうだ。あー、だからモップ持ってんのかな。掃除しろって言われて怒られたの？もうカンカンやで。すぐに洗い流せ言うてモップ持って追いかけてきよった。そっか、確かにこれだと威厳は感じられないよね。人間？豆？違うよ。何そのキョトン顔。じゃなくて、貫禄って言ったらわかるかな。偉そうってことやな。いや、違うよ。せやったら、うん、決めた。金ピカにしたろ。だからダメだって。え？偉そうやし、綺麗になるで。うん、そうしよう。あ、何？その前に写真撮っておかな。君も一緒に記念撮影しよう。いや、いいです。なんでハートついてんの？金色に塗り直しても怒られる気がするけどな。なんで芸術の人ってあんな濃い人ばっかりなの？よし、今日はお買い物に行こう。おお、見慣れた街。まあ、羽ばたきしだもんね。商店街は？あ、かわいい。ブティックディキシー。ジュエリークルス。
ショッピングモールは？わーすごい、ブティックジェス。あ、今回もあるんだ。ブティックナナミ。え、ナナミ最初からあるの？いや、このお店はですね、前作の主人公が2年になったら出来上がるお店なんですよ。あ、そっか、前作から4年後の世界だからもうあるんだ。公園通りは？おう、ブティックソフィア。あ、今回もあるんだ。雑貨屋シモン。ほう、あのですね、佐伯くんはピュアな服が好きなので、ピュアな服を多く売っているブティックソフィアに買い物に行きます。わあ、変わってない。いらっしゃいませ。変わったのはお客と音楽だな。わあ、かわいい、かわいい。どうしよう、すっごい悩む。音楽お店と合ってないよ。こういうお店ってさ、アコーディオンとかバイオリンじゃないの？てか、ショッピングカードって何？え、ポイントカード？今回こんなのあるの？コップは？かわいい。どうしよう、本当にすっごい悩む。ボトムは？わ、ボトムいっぱい。どれもかわいい。でも時々ピュアなお店だけど違うジャンルのものが置いてあるので、そこは気をつけないといけないんですよ。全身は？おお、あー、これとか好きだな。ゴスロリワンピース、絶対佐伯くん好きじゃないよ。アクセサリーは？あ、かわいい。リボンとレースのコサージュ、私は一瞬お化けかと思ったよ。水着は？てか水着売ってる時期早いね。かわいい。どうしよう、すっごい悩む。はい、買いたいものが決まりました。まずはアンダーの半袖のリボンブラウスを買います。そして袖なしのチュニックを買います。そしてボトムのペチコートスカートを買います。そして水着のワンピースの水着を買います。以上です。お、お、止まった。お、止まった。え、じゃあ次はさ、 30% オフで買い物できんの？やった、ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。いいお買い物できたかもか、いい買い物したかもじゃないんだ。え、もう一箇所行けるの？あー、でも他の地区には行けないんだ。じゃあ雑貨屋市も行こう。わ、変わってない。いらっしゃいませ。変わったのはやっぱりお客と音楽か。うわ、少な。え、前作もうちょっとあったのに。音楽イケイケだな。ショッピングカードは？あ、全店舗同じなんだ。へえ、かわいい。いちごだ、これもかわいい。あ、ちなみにですね、佐伯くんは水色というかアクアブルーの色が好きなので、この水色のアクセサリーをつけると喜ぶらしいです。喜ぶらしいですというか、まあこれをつけるといいですよみたいなことですね。では水色のバレッタを買います。以上です。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。あ、ポイントつけてくれないんだ。これからお買い物も楽しみだな。というか音楽で思い出したんですが、このゲームの音ちょっとちっちゃくないですかね。それか私の声が大きいのか。いや、前作と同じ音量にしてるんですけど、今回なんかちっちゃいなと思うんですよ。なので私もうちょっと音量を上げたいと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。